ラグビーワールドカップ W 杯フランス大会は21日、日本時間22日、準決勝で前回王者、南アフリカがイングランドを 16-15 で破り、決勝進出。ラスト2分で逆転する劇的な2戦連続1点差勝ちで、連覇に王手をかけた。28日、同29日、の決勝で互いに史上最多4度目の世界一を目指してニュージーランドと激突する。イングランドは27日、同28日の3位決定戦でアルゼンチンと対戦する。ファイナル行きをかけた前回大会決勝の再戦は、ラスト2分で劇的なドラマが待っていた。互いに PG で得点を重ねる展開。前半3分。オーウェン・ファレルの PG でイングランドが先制した。以降は互いに2本ずつ PG を成功させたが、前半終了間際にファレルがもう1本成功。イングランドが12-6とリードして折り返した。後半も雨の中、ボールが手につかずミスも出る中、互いに防御で踏ん張る。そんな中、13分にイングランドのファレルがあっと驚くドロップゴールで追加点。9点差としたが、29分に右サイドから攻めた南アフリカは途中出場の RG。スナイマンが両チーム通じて初トライ。コンバージョンも決め、15-13と2点差に迫った。そして、後半38分に相手の反則で得た49メートルの PG をハンドレポラードが成功。劇的な逆転勝ちを飾った。南アフリカは世界ランク1位アイルランドに敗れたが、3勝1敗の2位で一時リーグ通過。準々決勝は地元、フランスを29-28で下しており、2戦連続の1点差勝ちとなった。決勝は互いに史上最多4度目の世界一をかけてニュージーランドと激突する。